ロイヤルクラウン製、ポマードポマードは、生発量の一種である。油性の生発量で、主に男性用。ゼリー状もしくは、粘性のある油状を提し、成分や形状によって、油性、水性、そして植物性、鉱物性に分類される。リーゼントスタイル、オールバックスタイルに適し、強い固定力と艶のある仕上がりが特徴。ヘアジェル、ヘアスプレーとは違い。 生発量が乾いて固定するのではなく、髪と髪を油で接着させて固定するため、濡れたような仕上がりが得られる。ブリランチンブリリアンティンとも言う。油性は熱に弱く、湿気に強いのに対し、水性はその逆、熱に強く、湿気に弱いという特徴を持つ。油を加工せず、練り込んだのが油性ポマードであるのに対し、水性ポマードは、 水素添加した油を中心に構成されているため、洗い落ちが非常に良い。植物性は、ヒマシ油、木狼などに香料を練り合わせたもので、ベタつきが強い。植物油を用いるため、原材料臭が強く、それを隠すための香料が多量に配合されていることが多い。鉱物性は、ワセリン、ミネラルオイル、マイクロクリスタリンワックスなどを練り合わせたもの。 植物性と比べると、さらっとした、使用感があるが、洗い落ちが悪い。現在領収の少ない鉱物油は、香料が少なくて済むという特徴を持つ。現在市販されているポマードの多くが植物性である。1905年から1906年にかけて、市販されていたポマードの広告ポマードの語源は、ラテン語でリンゴあるいは果実を意味する、パームムから来ているが、 これはかつてリンゴを原料としたものを紙に塗っていたことに由来する。現在のようなポマードが開発される以前も紙に油は塗られていたが、19世紀までは紙をきっちり固めるのには熊やクジラといった動物性の脂肪が用いられていた。20世紀初頭に入って石油を加工する技術や植物油を安定化させる方法が開発されると、 バセリンや蜜楼を使ったポマードが流通し始めた。日本の柳屋本店は1920年にアメリカより技師を呼んでポマードを開発し、現在まで続くロングセラー品である柳屋ポマードを製造を販売している。ポマードが流通し始めた昭和初期ヘアドライヤーが家庭にあるのは稀であり、また、 現在のような髪をしなやかに消費するシャンプーは一般的でなかったため、串を通しただけでは乾いた髪がボサボサになりがちで、男性の生髪は困難を極めた。そこで、濡らして癖を取った髪に、ポマードをつけて、串で投げつけるスタイルが一般化した。合成ポリマーを主成分とした、サラっとして、洗い落ちの良いヘアリキッドが発売され始めた1960年代から、 ドライヤーの普及、そしてふんわりとセットした紙が主流になったのも手伝って、ベタつくポマードは嫌われて、販売数は低下している。ありがとうございます。